うが、第176回、ただね、その、就職の面接と大学の面接と違う。それで、まあ今回は、両方の面接についてね、えっ、ー、と、ラジオします。ちょうどね、なんていうかな、こう、二通りいるんだよ。で、塾生もね、最近結構、その、卒業してからもね、 あの、就職するときにお世話になってますとか、またそういうのもね、結構出てきたんで、え最近はね、えっと、ま、受験生だけじゃなく、高校生だけじゃなく、大学生に向けてもね、ラジオをしていこうかなっていうことでね、ま、こういうラジオになってるんやけど、まずはね、しっかりと受験生に向けて、えラジオしていこうかな。うん。えっとね、とりあえず大学に向けての面接に関して、うん。今ね、みんなから来てる。不安だとか、怖いとか、大丈夫かな、どうしようって。いろんな、 重いよね、持ってる。で、それはわかる。受験でうまくいったからこそ、面接が怖いですっていう意見もあるし。もう、二次がね、面接だけだから、D 判定だったら、てか面接で大きな差はつきにくいから、D でも相当厳しいんじゃないかとか。やっぱいろんな思いがあるよね、面接に関しては。で、 そんな時玉先生ならどうしますかとか、そういう時の対処法はありますかっていう話なんだけど、ある。というかね、もう一回夢と向き合ってほしいんだよ。その時こそ。もうやることはやった。精一杯。そしたらもうあとはね、面接に関しては自分の思いをそのまま伝えることっていうのが何より大事だと思う。受かりたいか受かりたくないかで言えば、やっぱりね、受かりたいんだよ。でもね、その思いがあればあるほど、 緊張して、喉が潰れる。喉が潰れるっていう言い方ね、緊張してみないとわからないよ。緊張すると、何ていうのかな。喉の通り道が狭くなった気持ちになるの。で、息をしたいし、話をしたいんだけど、なんかすごく喉が狭くなったような感じがしてね。うん。うまく話せなくなる。声もすごく出にくくなる。吸ったり吐いたりがしにくくなるんだよね。そういう経験ある人いるから。今まさにそういう緊張の中にいる人もいるかもしれない。 でもね、それはやっぱりね、合格したいっていう思いがあって話してるからだよ。緊張するなとは言わないし、絶対にする。絶対に。なんでかっていうと、今まで精一杯勉強頑張ってきたから、その頑張ってきた勉強が無駄になるかもしれないとか、やっぱり、そういう思いがある、合格のために頑張ってきたんだから、親から浪人できないとかって言われてたら、 もう絶対に失敗できないとか。ね。で、ここまで頑張ってきたものがあって、その思い、頑張った分だけ緊張する。頑張ってなかったら、偶然やってきた面接後だったら、そんなに緊張しないんだよ。まあ失敗してもいいかなぐらい。でも、一生懸命頑張ってきたやつほど、長い間頑張ってきたやつほど、その頑張った分だけ緊張する。それは、俺はそいつの頑張りだと思うから、その緊張は、俺は素晴らしいもんだと思う。でも、その先よ。 あのね、夢を一生懸命頑張ってきたやつの緊張って最後はね、燃えるんだよ。最終的に。えー、っとね、あー、それは、うんまあ、経験してみないとわからない、これは。高校2年生じゃわからない。本当に1年間受験のために頑張って、受験が終わった後、もう面接だけってなった時の、今までの自分の頑張りで生まれた緊張っていうのは最後は燃えるんだよ。もうここまでやってきたんだから。 絶対結果にするんだって。やっぱり、その緊張の裏には頑張ってきた、積み上げてきたものがあるから。だから、緊張はするよ。けど、いろいろあって最終的にはそこに行き着くんだ頑張るんだって。やるんだって。熱い気持ちになる。どっちかというと。でもね、合格したい、合格したいっていう、受かりたい、受かりたいっていう思いの緊張は、言葉を詰まらせるんだよ。うっ。て言えなくなる。そういうタイプの緊張になる。 結局ね、緊張する面接でうまくできないっていうのは、自分の心とね、声がずれることにあるんだよ。自分はこう思ってるでもうまく言えないって。その時って、だから一生懸命頑張った後の、それによって生まれた緊張の時っていうのは、心の中にね、もう頑張ってきたんだって、やりたいんだっていう熱い思いがいっぱいあって、それ、その熱い思いが熱すぎるからこそ、頑張りすぎてきたからこそ、いろんなことがあったからこそ、 うまく声にならないの。なんていうかな。あのー、満員電車みたいになってんの。パンパンになってんの。うん。牛牛になってんの。お正月の福袋の会場みたいなさ。もう、牛牛になってて、うまく、ダーって人がスムーズに流れていかない。お正月だけの台と稼るみたいな。だから、その、なんていうかな。もしうまく言えなかったとしてもね、気持ちは伝わるんだよ。どれだけ熱い思いだったのか。そんな、言い過ぎたとかさ。 燃えすぎたとかさ。そんな感じになる。でも、受かりたいっていう思いがある時っていうのはね、邪魔するんだよ。すごく。言葉を詰まらせるんだよ。例えばね、その、なんだろうな。例えば、A という思いがあって、この大学行きますって。でもね、受かるためにはね、B である方が、受けが良さそうだな、面接会にはってなる。合格したいから。 わかる。受かりたいって、その気持ちはわかるよ。でもね、受かりたいかどうかはどうでもいいんだよ。はっきり言って。だって、受かりたいっていう思いを持ってても、それを決めるのは自分じゃない。面接官だから。面接官が決めてくれる。し、面接官にしか権限がない。俺らには権限がないの。受ける側には。合格したいっていう気持ちがあっても、そんな気持ちがあっても、合格を左右することはない。できないの。何も。 俺らが、その、できることと言ったら、一個だけ。そのために精一杯、相手に伝えるっていうこと。正しい情報をとにかく相手に渡す。それだけが、俺らができること。スポーツと、本当に一緒なんよ。勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたいっていう思いは、とても大事。でも勝ちたいと、どんなに強く願っても、念じても、何も変わらない。俺らができることっていうのは、 一生懸命練習して、うまくなるっていうことだけよそれ以外にできることないでしょ。念じても、手を合わせて頼むってなんとか勝ちたいんで勝たせてくれって。それで、勝てはしない。念じたところで。それと一緒。受からせてくれ受、受からせてくれって。念じることに何の意味もない。受かりたいっていう言葉を言えば言うほど、どん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 ね、その思いが、 自分の純粋な気持ちをね、鈍らせていく。話す方向をね、ずらしていくんだよ。自分はこう話したい。でも、受かりたいから、別のことを言い出す。どん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 。結局、嘘をつくことになるんだよ。俺らはね、例えば、よく、その、塾生からの相談でもあるんだよ。自分は将来こういう夢を目指す上で、もう絶対この大学しかないんだって、言う奴がいる。 例えば先生になる上で、早稲田の教育以外考えられない。あそこが最高の、一番いい大学だって、言う。でもね、全然そんなことないよ、はっきり言って。俺は少なくともそう思う。大学入れば全然違うんだから、あ自分が思ってた大学と全く違うぞ、おい。って、入ってみてびっくりだよ。実際大学に入ってみないと、わからない。どれだけいい大学なのか、どんな大学なのか。俺らは、あくまで幻想に過ぎないの。一面を見るに過ぎない。 しかもその大学に入っても、ある学生にとっては最高の大学だって言う。でもある大学生によっては、最低だったって。こんなとこ来なきゃよかったっ金の無駄だった、時間の無駄だった、そんな奴だっている。一人一人にとって見える大学って全然違うの。同じ大学でも。同じ学部でも。同じ学科でも。俺はどこが最高ですかって言われたら、俺絶対熊大だって言うね。本当に俺は熊大に行ってよかったと思う。そして、俺にとって最高の大学だった。しかもその時あった理科教育研究。 理科、理科教育っていうのが、俺の中学校理科科の中で俺は最高だったんだよ。でもね、そこを希望したのって俺だけだったの。<laughs> 必ず、その、希望の進む、うん卒論書くゼミがあってさ。希望を出すんだよ。3年の時。大学3年になると。だから大学2年の時だな。に出すんだけど。俺1人だったからね、理科教育。あ、そうなのみたいな。まあ、他の奴らにとっては、よく見えてなかったんだろうな。俺にとってはもうそこ、そこ以外考えられなかった。 他もいいけど。でももう、だ、どう考えてもそこだろうなと思ったよだから、本当にそれほどね、全然違うんだよ。だから、受かりたいっていうのはわかる。けど、受かりたいっていうことを目標にしてると、間違うぞ。俺らは本当の大学の姿を知らないし。だから俺らはね、何をすべきかって。自分のことを正直に話して、すべてを思いのままを話して。そして、 面接官に委ねるの。この大学に自分が合ってるかどうかを委ねる。俺は面接官を信じてた。だから落とされたなら、君は、じ、他の大学に行った方が合ってると思うよっていうことだと思ったの。だから俺はもう、何にも怖くなかった熊谷の面接の時。俺はもうただただ自分のことを正直に話せばいい。だから面接練習するぞするぞってすごい言われた。でも俺ね、一切しなかったんだ面接練習は。いや別に、そんなのいいです。その間、俺勉強したいですって。自分のことは自分で言えるから。 もうだから、その間勉強するからいいですって言って。一切俺は面接に行かなかった。面接練習はね。いざ本番になった時とかもさ、その、俺は落ちていいと思って行ったんだよ。本当に。っていうかね、むしろ落ちるだろうなと思ってた。うん。落ちていいやっていうか。だから、なんていうかな。俺にとってはね、 俺が熊本で学校の先生で理科の先生になるぞってなった時、熊大の教育の理科の教授っていうのは、やっぱりこう、教育の理科界の中で最高なんだと思ってた。トップの人だなって。実際教授にもなってるし、実際やっぱりすごいと思うよ。普通はなれないからね。だからさ、その、そんな人と話せる機会があるなんて。なんてラッキーなんだと思って俺言ったの。いいよ、別に落ちたら落ちたでって。どうせ二次で俺は受かるんだからって言って。二次でさ、 英数満点取って落ちるわけないでしょ。そんな奴がいたらぜひうちに欲しいですね。うちの大学に欲しいですねってきっと言われるから。別に面接でどんなにぐっちゃぐちゃだろうとそこでいいじゃんって。A 数満点取りゃんみたいな。そんな気持ちだったんだよ。落ちたら落ちたで、もっとすごいやつが、だって将来そこに行くってことは学校の先生になるってことじゃん。教育学部だから。だから、もっと俺よりも俺を教頭すぐらいのもっとすごいやつが先生になるってすげえいいことだなと思って。 だからまあ落ちたら落ちたでいいけどと思って行ったんだよ、俺は。うーんって。どうもこんにちは、みたいな感じで。で、最後だった、俺は。<laughs> 面接の。3時間ぐらいかかるんだよ。すぐに長い長えな、とか思って。だったからさ、もう、あの、で、みんなすごいシーンとした中で教室で、みんな座ってて、じーっとね、みんなで、無言の黒板を見てるわけよ。無言でさ、黒板とか、前の方も見てじーっとしてるだけ、みたいな感じ。うん。暇を持って余して、まあ緊張もして、みたいな感じだったんだろうね。で、生徒たち、だけでさ。 誰も喋るわけでもなく、一人一人が減っていくんだよ。荷物を持って出ていくの。あの、要は、面接で何聞かれたとか情報が漏れないように。だから、面接の控え室から面接行ったらそのまんま帰宅なんだよね。戻れずに。だから、だんだん教室から人が減っていくっていうね。なんかね、すごい、<laughs> ホラーゲームみたいな感じだったんだけどさ。あまりの、暇すぎて、おい、3時間ぐらいこの調子なのかみたいな。トイレに行くときだけ語ってた、だだってさ、すごいシュールな、静かな空間でさ、これもう嫌だなとか思って。だからさ、緊張がほぐれたらいいかなと思って、あの、 コントをやったからな。<laughs> 一人コントみたいなトイレ行ってさ。で、用済ませて、で、深呼吸して、用して。頑張ろうみたいな感じで。で、ネタをいくつか、だからその、シュールに黒板見ながらさ、なんかネタ10個ぐらい考えるんだよ。うん。じゃあ今が、で、トイレから帰ってきた時にそのまま黒板の前に立って、それでは皆さん、今から面接の注意点を発表しますみたいな感じで。うん。あとからさ、ら俺ご、その後合格したんだけど、その同、同合格するやつが何人かいるわけで、ね、そこに。あとから聞いたらさ、いや、本当の、なんか、 なんだろう、その、受験者に混じった大学の職員かと思ったって言われたからね。で、最初、その、面接の注意点とか話し始めるから。だからみんな真剣に聞き,聞き始めるわけ。うわ、これ絶対聞き漏らすことの、べからずみたいな感じでさ、真剣に聞いてるんだけど、だんだんなんか俺がネタみたいなことをやりだすわけさ、その、どんなギャグか覚えてないんだよな、本当に。なんか。でもその時そこそこ受けたからよかったんだよ。だんだんなんか、あ、これでギャグだな、みたいな。ネタだな、とかってなり始めて。 で、みんなが受けてくれて。で、その後だからみんなお互い喋り合ってさ。で、絶対熊大合格して会おうぜみたいな話になったんだけど、半分ぐらいはもう落ちてね、会えなかったっていう、まあ、落ちではあるんだけどね。そんな感じだったよ。だから結構楽しかった。で、面接、俺の、俺が最後の面接になって、俺がね、あの、教授たちのとこに突撃していったらさ、教授が5人いたんだよ。その、中学校理科の教授が。で、そこの中に俺が混じって、面接を受ける感じなんだけど、もうそんな人たちと喋る機会ないからさ。 いろんなことを話したわけね。理科のことに関して。だから、俺も話すし、聞いたりもした。いや、これこういうこともあったんですよ。これ一体どういうことなんですかねってっ中には、その生物のこととかも聞いたんだけど、そしたら生物の教授が答えてくれたりとか。もう感激よ。ほんと。そんなすごい楽しい思いが、経験がいっぱいできたからさ。もう落ちていいや、みたいな気持ちで。ふんふんふんって書いたらさ。うん。もうだから、面接がすごい楽しかった。俺は、もう何にも考えてない。受かりたいとかどうてか、受からなくていいと思ってたからな。どうせ。二次で、その、満点取ればいいんだからっていう思い。 筆記で、筆記で満点取ればいいっていう思いだから。面接どうでもいいしって思ってる。むしろ、筆記で取れない奴がね、先生になったら生徒かわいそうぐらい思ってるからさ。むしろ、筆記でダメなら落ちなきゃ、とか、落ちたいって思って面接とかさ、受験を受けてるわけ。もうだから本当に委ねるんだよ。俺の方が他の奴らよりも能力高かったら俺が先生になるべきだから受かりたいし。俺よりも周りの奴が能力が高かったら、その世界にとってそいつらの方が重要だからそいつらにぜひなってほしい。うん。 だから、思いっきり受けに行ってさ。落ちたら落ちたで嫌いいで、ダーって。だったからよかった。あとから教授に聞いたらさ、俺満点だったよ。<laughs> 面接。ほんと、任してって感じだった。ほんマジか。いやー、君はねえって。面接満点だったんだけどねって。撮ってみてこんな学生だと思わなかったよって言われてすごいショックを受けたんだけど。まあまあ見ててくださいよ、学、あの、教授たちって思って。そしてウェブ多問した。俺、なんていうかな。まあそういう学生だ、学生らしくない学生だったんだよ、その。大学行くじゃん。で、授業一生懸命受けるじゃん。 でも俺はちょっと違っててさ。この授業受けたらどんな効果があるのかみたいな、そこなんだよ。めんどくさいんだよ、俺は。結構。うん。だからこれを受けたら、どんな力が手に入って、それが中学校の先生をする上でどう役に立つから、どうなんだよ。だから役に立つと思ったらもう、どの学生よりもめちゃくちゃ一生懸命やるし。いやこれ役立たねえなってなったら本当にね、もうギリギリ合格ぐらいの感じよ。もう本当に。うん。60点以上で合格なんだけど、もう60点を取りに行くような。うん、そんな授業態度だし、全然不真面目だしね。うん。 そのタイプだったな。だから、そういう意味でね、真面目な授業と真面目じゃない授業とものすごいギャップがあって。それでね、いやー、君は、なんか、なんかそういうタイプだと思ってなかったよって、教授に言われたことがある。でも、そうだ、話はすごいずれたけどさ、俺はそういうことだと思うんだよ。受かりたいとか。その、だから、俺にメールを来た時送ったやつがさ、どこどこ大学受かりたいんですよど、どうしたらいいですかって来た時に、大概夢はって返されたと思う。 とにかく俺は夢を聞きまくったお前たちに。どっちが心の中心にあるかでものすごく変わるんだと思う。夢が大事、夢が大切って思ってる奴らは、合格した後のことをよく考えてるんだよ。受験なんかどうでもいいと。受験が終わったらで、夢のために頑張るんだっていうことで、大学入学前でもこんな勉強したい、あんな勉強したいって。実際に勉強始めるから。ウェブ玉を始めるきっかけになった奴も、看護を目指してたんだけど。 合格したら、まあ、これで上手いこと合格したんで、看護になるためのあの分野とこの分野とどの分野を勉強して卒業しますとか言って、卒業までの今度目標を立てて、俺に宣言して、ちゃんとやりきって卒業したからね。看護の分野は全然知らないんだけど、20個ぐらい、なんかいろんな、教科みたいなやつがあるわけよ。その国数英社ありみたいな感じで、すげえ教科多いっすねって、受験合格、受験の合格決めた後ね、調べたらめっちゃありましたよみたいな感じで。で、それの3教科分と、手話かなんかかな。 これを覚えて、看護学生になりたい。今やった分は絶対その他の人たちと比べたらね、ハンデになるから。リードするから。その分リードして大学行きますとか言ってた。それが大学合格を目的にしてる奴らだったら合格したやったこれで遊べるって。絶対やらないから。その差だよ。その差はどんなに大きいか。逆にお前たちが患者だったらどっちに病気を見てほしいかっていう話なんよ。 だから夢なのか。夢があって大学に行きたいのか。大学を利用したいのか、夢のために。それとも、ただ大学に合格すればいいのかっていうのは、全然違うの、価値が。時間をかける、お金をかける価値が違うの。だから夢に向か、夢に対して一生懸命答えてほしい。そういう面接をしてほしい。思いのままに。合格したいってなると、 点数が下がるようなことは言えないって。だから自分の思いがあっても、それを曲げちゃうんだよ。どんどん曲げていくうちに、自分の気持ちとか考えがわかんなくなる。こっちは自分の気持ちだから言うって。でもこのことに関しては合格したいから言うって。その時点で柱がぶれてるから、聞いてる側とするとね、なんか変な感じになるんだよ。あれって。こいつってこういう思いじゃなかったっけっでもなんかこっちの答えだとそれに合わないけどなって。でど,んどんどんどん柱がブレブレになっていくんだよねで。そのうち変なことになる。し、言いたいっていう思いと、 合格のためには言わない方がいいっていう思いがあって邪魔するから、それでこ、言葉が詰まるんだよ。うって。言いたい思いがあって渋滞を起こしてるんじゃなくて、どっち言ったらいいかなって、どっちの方が有利かなって、そんなヘンテりリなことを思うから、言葉が変になる。だからよ。受かりたいっていう気持ちはあるよ、もちろん。でもそうじゃなくて、ただただ自分の心を相手に伝えて、面接官に、面接官にね、 委ねよう信じてだって、合格したらね、お世話になる人たちだよ、4年間。お世話になる人たち。その人たちを信じないでどうすんのそうでしょだな、すげえ長い話になったけど。自分の夢に正直にやってみてくれ。それが、大学入試の面接。です。ということね。<laughs> ね続きまして。<laughs> それで、 続きまして、次はね、就職の面接について。てかね、卒業生のやつは、でだんだんね、大学で就職を目指して動き出してるやつもだいぶ増えてきたから、今後はね、ちょっと夢、てか、要は就職をどうやって取れるかっていうことに関しても、この春ね、あの、就職講座をね、Web まで開こうと思ってるから、ま、あ、それを楽しみにしておいてほしいんだけど、大学入試の面接と全然違うから、就職は。あのね、ていうか、自分の思いがあって、それを、 会社に対して伝えるっていうのはそれは間違ってないんだよ。で、やっぱりね、自分を正確に相手に伝えるということ。そして相手に合否を委ねる。自分がこの会社に向いてるかどうかを相手に委ねる。それが、それは基本。面接の基本。それがもうすべての基本。自分をただ、ただただ、とにかく正直に伝えるということ。それはもうね、大学でも就職でも何にも変わらない。自分にとってね、その会社が最高って思ってるかもしれないけど、それはね、それは社会経験が 足りませんね、あくまでやっぱりその大学の時と一緒その会社の一面しか見てない。だからね、やっぱり中にいる人にね、委ねるのが一番ね、間違いじゃないんだよ。自分が新しい世界に入るとき、外からその世界を憧れて選ぶ自分よりも、中にいる人に自分を選んでもらうことの方が、正しい。うん。それってね、会社に入ってからでも結構似ててさ。 その、自分が昇進したい昇進したい、偉くなりたい、偉くなりたいっていうのは分かるんだけど。だから自分を出世させてくれっていうのはね、俺は間違いだと思う。気づいたら出世してましたっていう、その、出世してる側がね、自分を引き上げてくれるんだったら、それは、そっちの方が受け、うーん、比較的合ってるんじゃないかな。となることが多いかもね。少なくとも。必ず成功するわけじゃないよ。人は神じゃないから。神様じゃない。経験も一人一人違うし。全てね、うまくはいかないんだよ。大人の世界でも。 だからこそ、人の心が混じるからね。そういう世界では100%はない。でも、どちらかというと、その方が成功率は高いでしょ。何も知らない。外から、外から、外に、ん外から見える分だけから判断している自分よりも、実際に中にいる人の判断の方が正しい確率というのは、あるよね。大事なのは、だから選ばれた場所で一生懸命やるということを、選んでもらったということを、信じて。その上でもね、 相手に選んでもらうためには、だから、それを正確に、より正確に、それが失敗のないように、するためには、とにかく自分のことを正しく分かってもらわないといけない。だからやっぱり受かりたいっていう気持ちはすごく邪魔になるんだよ。その短所が合格する上で邪魔になろうと思う。それは、言うべき。例えばね。あるんだよ。その、学校の先生とかでもさ、その、 そういうのがあるわけ。特別、普通の学校ではなく、特別支援の学校に行くような場合でもいいですかって。構いませんかって。はい、いいえっていうのがある。みんなはいにするんだよ。受かりたいから。うん。やっぱり普通の高校、学校じゃないと嫌ですって。それだけやっぱり、その、人事としては使いにくいわけ。うん。あ、こっちの方と、入れ替えができるってすごいありがたいなって。便利じゃないじゃん。そこでしか、要は普通、普通校でしか使えないっていうのは。 だから結局みんなはそうするんだけど、俺は、罰をつけろ <coughs> やりませんよっだって、俺は一生懸命 <coughs>、普通の学校の生徒とか、もう要はその授業に特化して独学も何でもかんでもやってきたから、特別支援の方に行った時にね、生徒たちに悪いもの。その準備がしっかりとできてない。どこまで本気でやれるかが分かってない。不確定要素が多いんだよ。一人一人の障害の、 程度とかで全然違うんだよね例えば、その、もう本当に分かりやすいやつで言うと、盲学校と老学校でも全く全然違うんだよね。だからこう、目で、目が見えないからこその世界っていうのと、その、だから、いかに耳で学ぶかっていうような世界、耳で生きるかっていう世界と、音のない目だけで生きるかっていう世界ってもう全く違うんだけど。例えばだよ。そういう場合とかでもさ、もう全然違うんだよ、とにかく。うんだ。で、一人一人によっても違うわけ。 ぼやっと見えるやつもいれば、全く見えないやつもいて、見えなくなったやつもいれば、生まれた時から見えないやつとかもいたりして。だからね、もうそれもあって、その、なんていうかさ、だから、こうすれば必ず良くなるとか、全体的にこんな効果があるとか、言えない。だから俺は、しないんだけど、それは無理だ。逆にいるんだよ。そういう学校に行きたくってとか、そういう学校に向けて頑張るやつもいる。だから俺は、そういうやつに、そういう学、学校を任せたい。 だから、もうその、なんて言うかな。すごい思いが、すごく大事。正確に相手に伝えることが大事。お互いのために。自分もそこに行ったら頑張れない。どう頑張っていいのか分かんないし、頑張れないかもしれない。野党側としても、うわーって、なんか、そんなに使わない奴が来たなって、なる。で、生徒の方も、うわって、なんかあんまりいい先生じゃねえなって、なる。でもそのきっかけになったのは、面接の自分の嘘なんだよ。相手に正確に自分のことを伝えなかったっていうこと。 受かりたいっていう。変な気持ちが邪魔したせいで。だって、仕事なんかいっぱいあるんだから、その中であえて、学校の先生を選んだっていうのは、その会社を選んだっていうのは、その仕事を選んだっていうことは、その仕事でいっぱい入って幸せにしたいっていうことだろ。結局、最後はお金をもらうってことだよ、仕事って。でも、お金のもらい方が違うんだ。だから、全然仕事が違うでしょ。だって結局お金をもらうための行動だったら、じゃあ別にいいじゃん、お前。その事務やりゃいいじゃんって。ね。いいじゃん、別にその、 じゃあ、その建築用はいいじゃんって。なんで先生なのかって。やっぱり、そこがあるわけでしょ。そういう部分を、すごく大事にしないと。じゃないと、本当に、自分がわからなくなるぞ。だから、自分のことを正直に伝えて、相手に委ねるということが大事。ただ、一個だけ、就職試験でものすごく重要なことがある。それはね、自分を伝える上で、とても大切なこと。 大学の時にはね、あれをしたい、これをしたい、どうしたいでいいんだよ。だって、大学は自分を育てる場所だから。わかる。大学はね、俺らがお客さんなの。俺らが金を払うの。相手に。でも会社は違うでしょ。会社が俺らに金を払うの。お客さんは会社だよ。わかる。仕事と大学は全然違う。そこを間違えちゃいけない。 全く、面接の基本は一緒。相手に委ねる部分はとても一緒。面接の根本は一緒。でも全く違う。大学でこれ学びたい。将来的にああしたい。こうなりたい。こういう自分になりたいですって。それを言うのが大学の面接。就職の面接は全く違う。今まで大学でこういうことを学んできました。こういう資格を取りました。自分は今こういうことができます。だからあなたの会社でこういうことをしてあげたいんですって。こういうことができるんですって。それが就職の面接なの。大学の時は適当だったよ。 やりたい気持ち楽しい気持ちを全面に押し出した面接だったでも学校の先生になるときの面接はもう逆大学でこういうことを学んできたああいう経験をしたこういう力をつけてきただから自分はこういうところで力を発揮できると思いますそうなるとすごくよくわかるでしょう特別支援の学校に俺が希望を出さないのは俺にはそういう力がないんですその大きな差だから自分がやりたいことと 自分が会社にやってあげたいこと、どっちを、例えば、だから質問があった時にね、あなたの長所は何ですかって。自分は、例えば A がすごく武器。A が何より得意で、B が2番目に得意。でもその会社にとって B で困ってる。A に関してはそんな困ってない。そんな時だったら、俺は B を B の話をするんだ。わかる。一番得意なのは A だよ。でもその会社にとってやってほしいのは B だよ。だから B の話をするの。俺はこの会社において、こういうことを、 こういうことがきっと力になるから。だからこういうことであなたの会社の力になりたいんですどういうことであなたの会社の力になるのか。どういう部分であなたの会社の役に立てるのか。目いっぱい頑張りますって。俺はそこがすごく大事だと思う。どう頑張るのか。何をするのか、その会社で。やりたいことを話さない。やってあげたいこと。向こうの会社がやってほしいことを話す。 そこがすごく重要なの。だってね。よく考えてほし。い。大学の時はこういうことをやりたい、ああいうことを学びたい。だからお金を払ったでしょ。あなたたちは大学に授業料を払ったでしょ。やりたいことをやらせてくれるんだから。それならお礼にお金を払わなきゃ。わかる。会社はお金をもらいに行くところだよ。やりたいことをやったのにお金をもらうなんかおかしいでしょ。だから間違うの。やりたいことをやってお金も欲しいって。そんなことを思うから間違うんだよ。 苦しいことを我慢する。やりたくないことを代わりにやってあげる。だからお金をもらえるの。それを間違うから、就職がないとか、ニートになってしまったりとか、いろんなことが起こる。もう一回。そこそこの大きな差を。どうせやってあげるんだったら自分の得意なことでやってあげた方がいいじゃん。相手がいっぱい喜ぶんだから、ね。で、どうせやってあげることだったら、比較的自分が嫌なことよりも好きなことの方がいいじゃん。そっちの方が俺も一生懸命になれる。 一生懸命なれれば喜ぶ。相手も喜びやすいし、うまくいきやすいし。ね。会社も喜ぶ。そしたら会社のお客さんも喜ぶ。みんな嬉しいんだよ。でも、自分が、その時ね、自分のことを考えて、あ、この会社に受かりたいっていう気持ちでやると、受かりたいからね、例えば君、土日出勤あるよって、うちはって、出れるかねって、出れますよって、頑張りますよって。で、実際行ったら、えー、って、土日出るんすかって、日曜はいけないんですよねって。話が違うじゃないかってなるんだよ。本人も嫌な気持ちになる。ね。で、会社も、うわ、それは困ったなって。 あおい、予定と違うぞ、おい。って。で、その会社を待ってるお客様も困る。でもじゃあ誰が原因なのかって。その時に嘘をついた。そいつのせいだろ。お前のせいだろ。だから、自分に正直に、言葉に嘘をなく、やってほしいんだ。正しく相手に伝えるということを忘れずにやってほしい。そこだけは変わらないから。ってなわけでええかな。 このラジオ聞いたらすごく分かっただろう。大学の面接と就職の面接が全く違うということ。そしてどこが同じなのか。その部分も分かったと思う。そして、それがなぜなのか。要は面接は自分を正しく伝えるということが目的で、正しくないことを伝えたらどういうことが起こるのか。そして、同じ面接で正しく伝えるということが目的なのは同じなのに、大学面接と就職面接はどう違うのか。その差が分かったなら。 大きく変わると思う。緊張を消すことはない。それは頑張った証だから。どんなに緊張が消えても、最後は頑張った分、努力した分が、緊張として残る。俺の場合は残らなかった。それは、お前たちのおかげだと思う。それは。未来のお前たちにとって、バカな俺が受かってはいけないから。だから、頑張った。精一杯頑張った俺の、俺が落ちたとしても、落ちたら落ちた方がいいんだから。と思えたからな、お前たちのおかげで。 お前たちにとって最高の教育環境が整うには、あの当時俺は先生になることがその、ことだと思ってたから。だから、いい人が先生になるべきだと。だからそのためには、落ちる、俺が落ちるときに落ちた方がいいから。っていう思いがあったから、何の緊張もなかった。本当に緊張ゼロで俺は受けたけど。普通は努力した分が、無駄にな、無駄にはならないんだけどな。そこはもう、えっ、ー、と、就職の、その就職講座をこれから作るんだけど、夢講座を作るんだけど、その夢を叶えていく上での、講座の中で話すけど。 基本的にはみんな努力した分どうしてもその分の緊張は負うことになるでもその緊張とともに頑張れ面接はお前一人が緊張するんだったら不利かもしれないでもね受験をするやつらってその大学を受けるやつらってみんなね同じような努力をして同じような力を持ってきたんだよだからみんな同じように緊張してるお前たちも緊張してるけど周りを見渡せば全員緊張してるんだよ100点の緊張なく最高の面接をできるやつなんかいないみんな緊張が邪魔をする言葉はかむし つまるし、言いたいことが言えずに終わることなんか、ってかそれしかないよ。聞いてほしいこと聞かれなくて終わる言葉だってあるんだから。でもいい。緊張とともに。